堤幸太郎でございます。今日もですね、堤幸太郎のビッグバンをお送りするのはこちら、移動式自由時代録画スタジオビッグバン号からでございます。はい。で、今日はって言ったら、昨日ですね、私、コロナワクチンの2回目接種っていうのを終えてまいりました。はい。で、副反応がその1回目よりも2回目の方が出やすいんだよとかっていうことを、まあ、ものの本じゃないや、なんかニュースとかでやってるじゃんっていうので心配してたんだけども、結果として何かって言ったらなんか言われてみればここら辺が痛いかなっていう、まあ宇宙って打ったところね、そこが言われてみれば痛いかなっていう程度で、熱も何も出ずでですね、まあ幸いなことに、まあ皆さんのおかげですよ、本当に、無事に終えることができましたということでございますというわけですね。はい。で、じゃあ明日もちょっとね、イベントごとがあるんですよ。何かって言ったら、この間ね、その泌尿器科に行ったので、前立腺肥大かなとかっていうので、でおしっこの検査したりなんかしてもらってっていうことをやってもらったんですよ。だけども、まあ詳しくちょっと見てみましょうということで、エコー検査っていうのを明日やるらしいんだよ。で、そこでですね、まあペンネーム煎茶さんっていう方から、まあコメント欄に書き込みがありまして、まあそのエコー検査っていうぐらいだから、お腹出すぐらいかなとかって思ってたんだけれども、そのおちんちんをですね、出しちゃうとっていう、予想できてないことなんすわっていう。だから明日ですね、そこのまあ病院っていうのが可愛い看護婦さんばっかりなんですよ。言っとくけども、そんな中で、出すもん出せと言われるかもしれないっていうところでですね、逆にそっちの意味でなんかビビっちゃったりなんかして、なんか恥ずかしさの方がなんかその前立腺肥大かもっていうところよりも上回ってる、そんな今日この頃でございますわ。なので、もし本当にこれね、前立腺肥大のエコー検査やったことがある方、こうだったよとか、おちんちんは出しましたとか出してないですよとかっていうのを、よかったら書いてください。お願いします。はい、これマジでお願いですということで、明日はですね、何かって言ったら、前立腺肥大の、エコー検査をやってきますよっていう、そんなお知らせでございました。ではですね、今日のですね、クイズリク君を探せまあ今日の問題はイージーだね。皆さんからのですね、答えをお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。はい、シャバドゥビア、シャバドゥビア、ダバダバダッ。